近15年のクラブ別バロンドール、大量の異物が混じる。ここ14年間、メッシとレアルマドリード勢がバロンドールを独占。2024年は予測。メッシがレアルだったらほぼ全部メッシってことか。一人でマドリーを超えるメッシ。リーダーすげーな。マジでバルサってメッシに依存してたんだな。だから退団してからバルサ崩壊したもんな。しまいには CL でグループリーグ通過できなかったのは驚いた。そらどんなチームも神には依存するやろ。2020-2022バイエルンが入る予定だったのに、コロナでなかった。さすがに知ってるよ。一回運営がレビに2020の分上げるかもみたいになったんだよ。そういうことね、すまん。レアルは CL に強いからぶっちゃけ取りやすいチームではあるな。逆に言えば、レアルにいるわけでもないのに8個も取ったメッシの凄さよ。これがバルサがなんとかマドリーに対抗できてた理由なんよな。メッシ不在の今、そらマドリーがバルサボコスやろって感じ。プレミアから一向に出ないのおもろ。